皆様、こんばんは。Max です。今日の話は、傍観。傍観を持つに、教科が必要になったことについて、そういう話です。Okay. まず、傍観で何ですかで、ね、これが傍観です。傍観は、本当に武器ですよ。で、あの、貫通力がすごいよ。本当にね。で、西洋の国で、あの私も西洋生まれですから、西洋の国で、 そうですね。700年前ぐらいの開発した武器ですよ。騎士を殺すためですよ。で、騎士の防護服は結構もう鎧っていうんですよ。本当に強かったですよ。刀でも普通の弓の矢の力で貫通をできません,んですよ。それで防具が貫通しますよ。ちょっと騎士見ましょう。これが騎士ですよ。で、すごい大変な鎧ですけど、一回、 落ちるんだったら、一人立てられないんですよ。それでアシスティン使いましたよ。で、アシスティンもちろんその黄金服は鎧も何にもないんだけど、彼らは偉いとじゃないから、こういう鎧つけてるの方は貴族ですよ。あと、普通の馬もね、乗らないんですよ、重くて。で、そういうの、馬も繁殖して、すごい丈夫で重いもの引っ張るとかなんかそういう色使いましたの、ね、馬ですね。それで、 人殺せるための武器ですから、日本で銃と同じ扱いするべきと思いますよ。弓と違うの方が、その弦の方が肯定してるから、まあ、持ちやすいって、ずっと持ちやすいといつでも撃つ。あの、私昔ね、弓と矢よくやりましたよ。高校時代とかね。コーヒーパテたらもう撃ちますよ。これ持つの丈夫な人でも1分、2分ぐらいでも持ってないんですよ、実はね。本当にすぐ撃つないとダメですね。OK。 で、現在の軍隊で特殊部隊がこういうの、防弾も使ってますよ、今でも。何で使うんですよ。まあ、300メートルぐらいの距離で、あの、音なしで、完璧音なしで人を殺すことできる。そういう銃の一番最近の、こういうの、音なしなのをつけるけれども、ちょっとでも音しますよ。本当に人がちょっとでも聞こえるよ。だから、こういうような防弾がそれで便利ですよ。 敵のトイレ,レに侵入するとか、敵の基地で警備員を殺したいんだったら、その警備員を落とすと落としてとかなかで音鳴らないように、可能性が大んですよ。そういう侵入できることですね。OK。で、防寒はね、役に立つの場合もありますよ、一つね。これは、イノシシ。山からイノシシも出ると、ゴミ探しとかなんかで、もしかしたら偶然で人に会うかもしれない。それ危ないです、イノシシが。 あるからね、角ね。で、これ汚いんですよ、この角で。人の足に切ると、すっごい売品が入るとか、変なしけど、足を失う人もいるかもしれないね。だから、迷惑ですよ、このイノシシで。で、銃と違う場合は、銃を撃つと、弾丸が数キロぐらいが飛びますよ。で、こういうのは山と町にぶつかるとこ周りも山、建物もあるかもしれない。人も歩いてるかもしれない。わかんないけど、 防寒の場合だったら本当に300メートルぐらいしか飛ばない、200、300ぐらいしか飛ばないから、これで割と安全性ですよ。しかしね、この事件が今あるから、法律が厳しくつけた方がいいんですよ。あの防寒買うときに、なんであなた買うんですかとか、何のために使うんですかとか、まあ私は東京のすごい住宅街のところに住んでるから、私買うんだったら意味がない。どこで使うんですかね。 そんなにいつも電車に乗って、高尾山とかなんか地とか行くってことじゃないからね、私ね。ね、そのぐらいのところしか使わないからね。まあ、アメリカの場合は、銃の規制が国ではなく客種の方が法律あるんですよ。で、だいたい銃を買うと調べれるよ。犯罪歴あるかどうかとか、 まあ、だんだん、今ね、あの、新しい大統領政権がもっと厳しくしようという,う話あるから、それまだ政治の争いけど、州の方でそれありますよ。で、日本の場合は全然アメリカより厳しい。あと、警察が家に来ると聞いたことあるんですよ、日本の場合はね。まあ、皆様今日はありがとうございました。で、グッドボタン、高評価ボタンも押してください。登録もしてお願いします。また、安全日本で守りましょう。 よろしくお願いします。